今日はですね、動きの中で体を伸ばしていこうというふうな枠ですね。皆さん、こんにちは。猫背専門チャンネル、猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の三重孝之です。今日はですね、体をねじりながら胸の前を伸ばしていこうという、ちょっとファンクショナル、機能的なストレッチをですね、お伝えしていこうかなというふうに思っております。よくですね、ストレッチするときにぐーっと長い時間伸ばしましょうっていうね、ストレッチ、いわゆるスタティックな、静的なストレッチっていうのがよくあるパターンなんですけれども、今日はですね、動きの中で体を伸ばしていこうというふうなワークですね。ダイナミックストレッチとか、私は結構ね、ファンクショナルストレッチ、機能的なストレッチみたいな形で言うことが多いんですけれども、今日はですね、そんな方法をお伝えしようと思いますので、ぜひ皆さん動画を見ながらですね、一緒にチャレンジしてみていただければと思います。それではですね、やり方をお伝えしていきます。まずは床面に膝立ちの状態になります。ここから右足を一歩前に出していただいて、股関節、膝関節、だいたい90度ぐらいのポジションにしましょう。そしたら左手、反対側の左手前習いしていただいたら、親指を下側に向けるようにして、膝の外側に触れるようにしましょう。少し手でクッと押し付けるようにすると体が安定します。そして右手は前習いしていただいたら、ここから真上に上げて、さらに後ろにぐーっと体をねじりながら、できるだけ遠くに持っていき、体の下を通って前側です。ここのポジションまで戻ってきたら1回になります。このストレッチで大事なポイントが3つありますので、しっかりと押さえてやっていきましょう。まず1つ目、手を大きく回すこと、これが1つ目です。簡単ですね。2つ目はですね、手の動きに合わせて体を一緒にねじっていきましょう。手が後ろに行くタイミングで体をしっかりとねじって、戻っていくタイミングでは正面を向くようにしてください。そして3つ目です。手のひらの向きですね。手のひらの向き、まずはこのまま前習いの状態で上げていっていただいたら、上まで行ったら手のひらを正面に向けましょう。そして手のひら天井に向けたままですね、ゆっくりと回していただいて、下に行くタイミングでまた前習い方向に戻していきましょう。こういう感じで回していきます。きっちりここに来たから正面に向けて回していって、ここで前習いに戻してっていう感じではなくて、スムーズに移行していっていただければと思います。ではここからですね、右手を大きく回す運動を皆さんと一緒に10回ゆっくりとやっていこうと思います。皆さん、床面に膝立ちの状態でセットアップします。そこから右足を一歩前、股関節90度、膝関節90度でセットアップ。左手は右の膝に触れるように、右手前の前いきます。大きく上に持っていって、手を外旋させていきながら前に持っていく。大きく息を吸って吐きながら戻します。続けましょう。4回目、だんだんねじる角度を大きくしていってください。6、7、8、9、10、ゆっくりと足を戻しましょう。続いて反対方向です。左足を前に出し、股関節、膝関節90度、右手で膝の外を離しセットアップ。左手は前ならえポジション、では万歳から後ろに回していきます。目線は指先を覆うようにしましょう。目線は指先を覆うようにすることで、しっかりと体がねじれていきます。
6回目7回目8回目9回目ラスト回目ゆっくりと足の位置を戻し はい、いかがだったでしょうか。だいぶね、胸の前が開いたり背筋がしっかりと伸びたり体のねじりやすさですね、動きやすさが変わってるんじゃないでしょうか。これもですね、約だいたい2分ぐらいで終了するようなエクササイズになりますので、ぜひ日常生活のどこかにですね、踏み込んでいただいて、ストレッチ習慣というのを身につけていただきながらですね、猫背を解消していきましょう。今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタンを、そして引き続き猫背に特化した健康情報を配信していきますので、ぜひ皆さん下の猫ちゃんマークからですね、チャンネル登録をしていただければと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。